霊山マガモは、長高カモモクカモカマガモ族に分類される鳥類。アメリカ合衆国固有種全長40センチメートル。翼長オス19.2から21センチメートル。メス19から19.6センチメートル。頭部から、頸部の羽衣が、黒褐色や暗褐色で、目の周囲や、くちばし基部に白い斑紋が入る。胴体の羽衣は、赤褐色で、 アンカシの反紋が入る。初列カザキリは黒い。光彩は褐色。光子は大色。オスは中央派が反り上がる個体もいて、自列カザキリの光沢は緑色。くちばしが青灰色。幼鳥やメスは翼鏡がアンカシメスはくちばしが大色。マガモの足とする説もある。石子などに生息する。ペアや小規模な群れを形成して生活するが、 繁殖期後には大規模な群れを形成することもある。植生は動物食で昆虫、甲殻類などを食べる。繁殖形態は卵性。小岩の茂みに巣を作る。4から8個の卵を産む。放卵期間は26日。人為的に移入されたウサギによる植生の破壊。食用や、羽毛用、スポーツハンティングによる卵獲などにより、生息数は減少した。ウサギや、 イネ科の気化植物シンクリノイガノクジョなどの保護対策が進められている。1950年における生息数は30羽以上、1978年における生息数は350から400羽、1987年における生息数は500と推定されている。日本では野毛山動物園が1974年に初めて本種を飼育し、 1976年には初めて飼育家繁殖に成功した。ありがとうございます。